グスターボ・トゥダメル・シモン・ボリバリ・ユース・オーケストラ・グスターボ・アドルフォ・トゥダメル・ラミレスは、ベネズエラの指揮者、バルキシメと生まれ、一児の父、ユース・オーケストラや、サルサバンドで、トロンボーン奏者として活動していた父親と、声楽家の母親の元で幼い頃から音楽に、親しみ、5歳頃から、エル・システマによる、音楽教育を受け始める。10歳でバイオリンを選択し、12歳の時に、 コンサートマスターを務めていた地元のユース、弦楽合唱団で指揮にも取り組むようになり、ロドルフォ・セイン・グリンベニーや、ホセ・アントニオ・アブレウにも教えを受けながら九百九十六年には、同学団の音楽監督になる。九百九十八年にアブレウの招きで、カラカスに移り、九百九十九年には、シモン・ボリバル・ユース・オーケストラ・オブ・ベネズエラの音楽監督となり、同学団や、 主席指揮者を務めているアメリカ州ユース還元楽団などと世界各地で演奏することで注目を集める。2002年にブエノスアイレスでシャルル・デュトアのマスタークラスを受講し、2003年にはサイモン・ラトルの招きによりベルリンやザルツブルクでアシスタントの仕事をする一方でクラウディオ・アバドも彼をマーラー室内還元楽団に招いている。2004年にバンベルクで開かれた第一回。 グスタフ・マーラー国際指揮者コンクールに優勝し、一躍脚光を浴びる存在となった。2006年には、シモン・ボリバルユース・オーケストラを指揮し、ベートーベンの公共曲第5番、第7番やマーラーの第5公共曲をドイツグラモフォンに録音し、その波あふれる演奏で話題となった。同年には、ベルリンのダニエル・バレン・ボイムの下で学んだ後に、ミラノのスカラザで、 ドンジョバンニの新演出を指揮している。ドイツグラモフォンと専属契約。2007年には、ローマ教皇ベネディクト16世の80歳を記念する公演でのドボルザークの新世界よりが全ヨーロッパにテレビで生中継され、2008年にはベルリン国立歌劇場にラボエームでデビューした。また、2009年にはタイム誌の座2009タイム100に選出されている。 コンサートでは、ひなステラなどの地元南米の作曲家の作品も積極的に取り上げている。他の楽団にはない、シモン・ボリバル・ユース・オーケストラならではの解放感もあって、聴衆の人気を集めている。2007年からは、エーテボリ公共楽団の主席指揮者に、2009年からは、ロサンジェルス・フィル・ハーモニックの音楽監督となる。2008年12月来日。 2010年12月31日、ベルリンフィルハーモニーホールにおいて、ベルリンフィルジルベスターコンサート2010を指揮した。2012年第54回グラミー賞で、ロサンジェルスフィルハーモニックと共演した、ブラームス交響曲第4番が、ベストオーケストラパフォーマンス賞を受賞した。2013年9月にミラノスカラザと来日、NHK 音楽祭にて、ベルディガラコンサート、アイーダを、 演奏会形式で取り上げた2015年作曲家ジョン・ウィリアムズの指名によりスペシャルゲストとしてスター・ウォーズ・フォースの覚醒のオープニング曲とエンディング曲を指揮した2017年1月のウィーン・フィル・ニューヤー・コンサート2017にて指揮者を務めた2017年のベルリン・フィル・バルト・ビューネ2017にて指揮者を務めた 喋りセブンにて、松本潤が会いたい人の一人にあげたことがきっかけで、若い層にも知られるようになった。当日、偶然にも5年ぶりに、日本にはいたが地方で、コンサートがあり、スタジオに登場することはできなかったが、VTR で出演した。松本は、YouTube で、ウエストサイドストーリーのマンボの演奏を見て、衝撃を受けたと語っていた。 ベルリンフィルから実力を嘱望されるほどの音楽性の持ち主である。故郷ベネズエラのマドゥロ独裁政権に対し十分に声を上げていないと批判されていたが、2017年5月に反政府デモで音楽家が死亡したことをきっかけに政府批判を繰り返し行うようになった。また、その報復として自身が指揮を取る予定だった米国ツアーを中止されている。 2006年の彼の最初の結婚は、ベネズエラカラカス出身のエロイサ・マトゥレンだった。マトゥレンは、ジャーナリスト、女優、文化起業家、そして、元ダンサーである。彼らの結婚によって、息子が生まれた。2015年3月、ドゥダメルとマトゥレンは離婚の書類を提出した。2017年3月、ドゥダメルは、ラスベガスで、スペインの女優マリア・バルベルデと、密かに結婚した。 二人は2016年に初めて出会った。彼は2018年にスペイン市民になった。ありがとうございます。